先ほどですね、韓国春蘭の斑入りとこの種の豆花で交配したやつを巻いた動画をですね、撮ったんですけど、それではもう一つのこの豆花の方ですね、こちらを、巻きますね。白くなっているのは、ピューラックス、まあ、塩素分が入った消毒液ですけど、これで消毒していた、それで白くなってますね。それで、まあ、これはですね、豆花の、茶葉ですね、それに、多分鶏卵ですね、菊竜梅、大吉の吉、福は、福の神の福ですね、竜梅の竜は竜で、梅は梅です。とっても香りの強い、まあ、鶏卵で、葉っぱはですね、ゆず肌の、すごいらしゃです、本らしゃですね、それと交配したものです。まあ、茶穂花、豆花の茶穂の本らしゃ、そういう交配になりますね。2つつけたんですけどね、1つはダメだったんですけど、もう1つの方がこうやって、実りました。これは3月の26日に交配しましたんで、120日ですね。結構ね、硬いんですよ、このさや。こんな状態ですね。この白い部分が種子ですね。これがそうですね、5月10月ぐらいになってきますと、この白がだんだん茶色くなってきて、まあ茶色くなった種をまくときはですね、春夏処理しないと、冬の寒さに当てないと発芽しませんけど、これ今白い状態で未熟ですので、この状態ですと春夏処理がなくても発芽ができるんですね。
小さな白い種の塊ですね。大丈夫。まあ、春蘭だけじゃなくて甘蘭、エビネなどもほぼこれと同じような状態ですね。あとはまあ、ウチョウランなんかはこれが小さくなったと思えばいいわけなんですけど、まあ、このようにして日本と違って中国などでは春に咲く、まあ、シンビジウムの仲間は、まあ、全部こう春蘭の仲間に含めてしまいますからね。日本のように、まあ、一家一家がベースとなるような春蘭だけではなく、まあ、連弁蘭ですとか春剣蘭ですとかいろいろその春に咲く、花が一花だけではない、花も春蘭として扱いますから、まあそういった同士の交配も春蘭としての扱いになるようですね。先ほどもやりましたけど、このようにできるだけ種をですね、培地の成分がこう全体に回りやすいように今ちょっとなじませてるわけなんですけど。
まあ、おそらくあのライゾームから芽が出てきますと、多分まあこの組み合わせは葉っぱがですね、普通の森のよりも幅が広くて、こうなんていうんですかね、立場って言いますかね、多分違った姿にはなってくるんじゃないかなと思います。まあ片方がですね豆花ですから、丸っこい豆花ですからね、まあそういう花が咲くのは間違いないと思いますね。あとはあの切腹リュウバイの方がちょっとあのサラサっぽいような色してますんで、豆花の方は独弁ですけどね、多少色がついてっていう、可能性もあると思いますし、切腹リュウバイものすごく香りがいいですからね、香りのいい豆花の本羅茶茶穂ができたら、まあ狙い目だなっていうことですね。